ポケモンのママキャラの魅力を分かち合おうぜ、について語るネット民の反応を紹介します。ぜひコメントやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ママキャラの良さを、分かれ。絶対にいるだろうなと思ってた人がど真ん中にいて草なんだ。あやこと BW と SV はかなり好み、スイレンママは殿堂入りや。全員子持ちにしては若すぎるだろう。もっと埋めよう。並べるとやっぱりザミーネの見た目がめっちゃ若いことがわかる。ポケマスでメロンさんの水着姿が実装されたりしないかな。子持ち人妻熟女の水着姿はダメなのかな。ポケマスに水着ってあったっけと思ったらあるな。露出度低めならいけるっぽいから熟女だろうがいけるだろう。オーリムは産後なのに研究の傍らであの肉体を維持してるのすごすぎるし、でかしたことといいバイタリティがあり余ってんだな。BW ママと BW2 ママは男女主人公、どっちが子供でもどっちにも似てる顔してるのすごいわ。マジで足して2で割った感じ。育児放棄したやつが混ざってるぜ。主人公ママのエロズマトップさん、なんていうかその下品なんですが、ふふ。正直ゲームだけにしか登場しないのはもったいないぐらい良いデザインしてるよな。主人公の面影と母性と色気がうまい具合に融合した見た目でめちゃくちゃ美人だと思うんだけど、何せゲームでもほとんどモブキャラと変わらない扱いだから今後の登場とかは全く期待できないんだよな。スイレンママの色気はマジで何なんだ。ポケモンってママに色気出す風習あるよな。ポケモンに限らず古くから続く男性向け創作界隈のお約束だよ。逆に女性向け創作界隈のパパキャラがその立ち位置だし、例えばカードキャプターさくらに出てくる高校生の息子がいる40代の父親です。世代なのもあるかもしれんが、あやこママは今でも俺のナンバーワンだよ。ドットの母ちゃんもだ。あの明るくて推しが強いグイグイ系の性格の人の夜を想像するともうね。単なるママキャラではなく妹属性もあるというポジションは割と貴重な気がする。SV ママはやっぱ美人だな。色気もある。キャラを造形した人の熱い性癖を感じる。化け猫娘好き。 BW ママ好き。 SV に可愛い人も綺麗な人もたくさんいるけど、一番綺麗なのは主人公のママだと思う。ボタン公認だし、リップさんが見たらモデルにスカウトするんじゃないかしら。 SV ママはモーションも可愛いんだよな。HGSS のママもドット絵しかないけど、あの感じはきっと可愛いと思うんだよな。ブラホは2で遠や、投稿を待ち続けてるブラホはママが切ない。本編のモブや友人 N とかのセリフから絶対にどこかで生きてはいるんだろうけど、どこにいるのか探しに行こうかしら。でもあの子が帰ってきた時家に誰もいなかったら寂しいものね、って言葉に切ない気持ちを覚えたものだ。SV 主人公ママの特徴はないけど、とにかく整ってる。華やかというよりは上品な顔立ちの美人って感じがすごい好き。特徴はないけどとにかく整っている。我慢マーオハルの顔にも当てはまるの親子だな。やっぱ個人の感想です。 BW ママ本当に美人すぎる。アニメだと綾子さんの厳しいけど優しい母親像好き。BW ママは見た目割とトーコみたいなガツガツ系なのかと思ったら、ちゃんと女って感じの性格でびっくりした。 BW に剣立て。 SV ママはデフォルト主人公を意識したというか大人っぽくしたようなデザインしてるけど、 XY SM は個別でデザインされた感じがするな。 BW にママがかつてはポケモンセンターのお姉さんとして働いてたという事実にめちゃくちゃ興奮してたのが俺です。これエロすぎない？化粧したら確かにこうなりそうって感じはする。正直めっちゃエロい。 SV 主人公ママはやっぱ金髪壁眼の見た目の方が好きだな。他のデフォルト主人公とかにも当てはまるけど、茶髪茶目はどうしても地味というかモブ感が強くなる。あやこさんがポケモンコンテストで等身大の姿になって出てきた時は普通に嬉しかったな。アニメで見てきた姿と全く同じで少し興奮した。サンムーンのお母さんってイベントも設定もなぜか多めだし、キャラも結構濃いから、ウルトラサンムーンになって別の人に変えるっていうのは難しかったんじゃないの？サンムーンママってほとんどメインキャラみたいな扱いだったし。サンムーンママいいよねのほほんとした感じがめっちゃ好き。おっと
りしてそうに見えるけど、昔は関東地方にこの人ありと言われるほどの実力者だったらしいし、化け猫娘なんて異名がつくぐらいブイブイやってたぽいのがな。マダムのニャースと戦うサブイベントで主人公が逃げようとしたら叱咤してくるのも好き。半分以上エッチなエナメロン、9割以上エッチなエナスイレンママ、数えきれないほどの旦那との長い夜で何人もの子供を産んだドスケベ計算婦としては説得力しかない激エロボディ。 BW ママは見た目がすごく若いのに人妻感もちゃんとあってそそるんですよ。ああいう派手すぎない格好って二次元だとめっちゃエロく感じる。コンテストマスターの DP ママ、サイホーンレーサーの XY ママ、化け猫娘の異名を持つ SM ママ、特殊な肩書きあるのハコンくらいだっけ。あやこさんとさきさんはアニメでも出番があって色気やばかった。あやこさんは体型維持できてるのマジですごいよな。この並びでも全然見劣りしないんだもん。R18 作品はスイレンママやメロンさんが来るまでは、花子さん、あやこさん、さきさんがかなり頑張ってた印象。花子さんは今でも見かけるけど、あやこさんとさきさんは最近だとあんまり見ないな。シグでも描いてる人はちょくちょくいるよ。スイレンママが異常なだけで出番に対しては多い方だと思うよ。ママスレと聞いてあやこさんのでっかいのがわかる画像をば。さきさんや BW ママがでかいのは言わずもがなだけど、あやこさんも実は結構あるんだよな。BW ママと BW2 ママは美形なんだけど、ちゃんと大人っぽさもあっていいよな。どっちも一番好きだわ。スイレンママはもう当たり前すぎるから一旦置いといて、アニポケだったらさき、くるね、あやこの3人が好きかな。美人なのはもちろんそうなんだけど、性格も良いし服装や表情、仕草も結構そそられるんだよな。ゴーのママ好き。遺伝子の強さを感じる。みつこさんは公式からもうエロい。吉野さんがちで美人、出番も多くて可愛い。勝手に貯金で買い物してた近隣ママ。SV ママはゲーム開始早々、ママに話しかけて、なんだこの美人、驚愕、ってなってさらに。こんな美人人妻と、校長とはいえ、おっさん二人きりにして大丈夫か？で畳みかけられて情報量やばかった。とても子持ちの人妻とは思えない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。